さあ今回のクローズアップ宮崎テーマはこちらです。国籍を超えて未来を開け、外国人材雇用についてお伝えします。最近は市街地ですとかコンビニなどで外国人の皆さんを目にすること多くなりましたよね。増えましたよね。そうなんですよ。2022年の10月現在なんですけど、県内の外国人労働者の数なんですが過去最高をね更新してるんですね。そうなんですね、はい、これどうしてそんなに増えたんですか。いや気になるでしょう、はい、その謎今回私が迫ってきました。それでは参りましょう。国籍を超えて未来を開け、外国人材雇用。Mẹ, con đã đến Miyazaki với tư cách thực tập sinh đã được một năm rồi. Con đã kết bạn được với rất nhiều người và mỗi ngày trôi qua rất là vui. Bởi vì ở đây cũng có nhà ăn chung nên là trình độ nấu ăn của con đã tăng lên. Bởi vì buổi sáng không có thời gian nên là con đã dùng sản phẩm của công ty. Linh 씨는 항상 무게나메타케를 먹는데 안 질리시네요. Nhưng mà nó ngon mà. Hôm nay tôi sẽ ăn nametake với trứng sống nè.Đồ ngon của nước dùng hải sản với tàu bè và cảm giác sân sật, ngon không cưỡng được. Chị Linh ngồi xuống ăn đi, sao lại đừng ăn thế? Xin lỗi nhưng mà nó ngon mà. Nó ngon sợ. Tôi không mong được đâu. Ô, sao cả anh Park cũng thế à? Nó mong bài sớt rồi cơ mà. Mẹ à, con đã tiếp xúc được với rất nhiều người nước ngoài và nhiều nền văn hóa. Nên là cuộc sống của con mỗi ngày trải qua rất là phong phú.Vâng, giấc mơ của con là từ bây giờ sẽ bắt đầu. Miyazaki 宮崎市高岡町にある加藤えのきにやってきました。こちらは外国の皆さんが多く、現在およそ90人が働いているということです。さまざまな国籍の皆さんが働く職場を見てみたいと思います。加藤えのきは年間6000トンを出荷する西日本最大級のえのき生産企業です。菌を植える培地から培養収穫まで一貫生産を行っています。日本人スタッフ150人に対して外国人がおよそ90人と社員のおよそ4割を占め、その多くが技能研修生です。1年前技能研修生として来県した林さん、今年特定技能を取得し、今後5年間日本で働くことが可能となりました。現在主に商品の包装業務に従事しています。どうしてこの企業を選んだんですか。キノコの栽培に興味があり、ここで技術を学んだ後母国に控えて起業したいと思います。とても働きやすい環境だそうですね。外国人にとっては言葉が大きな壁になります。こちらで住宅の方がいらっしゃるのでありがたいです。お母さんが病気になったので長期休暇を取りたいんですが。もちろんです。1ヶ月ほどでいいですか。両人も単語どうか。はい、いいです、ありがとうございます。国によって文化が違いますので、お互いに勘違いしないように通訳していきます。他にも最新の設備を備えた寮の整備など生活面のサポートも行い、外国人材が働きやすい環境を提供しています。私たちは移動手段が限られていますので、会社の車で病院や役場などさまざまな場所へ送迎してもらいます。近所だけではなく帰省の際から空港まで送迎してもらえるのは大変ありがたく思っています。宮崎で就労している外国人材は5616人で、届け出が義務化された2007年以降過去最高を更新しました。外国人労働者を雇用する事業者数は1252箇所で、製造業が最も多く、次いで建設業となっています。外国人材を採用するのは会社的にどんなメリットがあるのか、加藤周一郎代表取締役に伺いました。
長期的に見てですね、やっぱりこう労働人口が減っている中で、外国の人材をやっぱ必要としなければいけないなと、そのように感じたから、採用してきました。外国人材を雇用するメリットは何でしょうか？そうですね、やっぱ海外から来た人たちはやっぱりこうハングリー精神がすごい高くて、やっぱそういったスキルとかそのやっぱハングリーさをやっぱり日本人にもこう刺激を与えてほしいなと、そのように感じてます。単純に労働者っていう程度はちょっとまた変わって、やはりこういろんな言葉を話せる人といろんな国の人との交渉も、臆せずですね、できるっていうのはすごい力になると思ってます。韓国出身のパク・テジュンさんは1年前加藤えのきに転職、現在社長直轄の秘書としてアメリカ、香港、シンガポールの輸出事業に携わる一方、およそ90人の外国人材のマネージメント業務を受け持っています。勤務1年後にもかかわらず重要な業務を行っているんですね。はい、外国人材のマネージメントや外国人社員特定技能のビザ取得や雇用の手続きを行っております。ここで働く魅力って何でしょうか？国籍に関わらず仕事の成果を出すとしっかり評価をいただけます。すぐに成果を出せなくても社内スキルアップ研修や社外研修など受講することで2年先3年先を見てくれるので、個人の能力に応じて成長することができます。私もさらに努力して成果を出したいと思います。外国人材は同じ職場の日本人社員にも大きな刺激を与えているそうです。いろんな国の文化を肌で知ることができて見聞も広がりますし、会話を続けることで少しずつ意味が分かるようになって、もうそれがすごく楽しいです。発想も豊かですし、真摯に仕事に取り組む姿勢は私たちも見習わなきゃって思いますね。県では外国人材雇用を考えている事業者の皆さんに向けて外国人材受け入れサポートガイドブックを制作しました。外国人材受け入れに必要な準備、環境づくりなどについて詳しく紹介しています。受け入れ実績のある企業にインタビューした内容も記載されています。ぜひご活用ください。さあ、ここで加藤えのきで働きます外国人材の方が選びます自社商品ベスト3を発表していただきます。はい、第3位は無限なめたけです。簡単に食べられて美味しく、アレンジも無限大です。しかも 30% 減塩なんです。そして第2位はパスタえのきです。パスタの麺のように長いのでさっと茹で麺の代わりに使用してください。低糖質なのでダイエットの方にもおすすめです。あ、本当これもうパスタ麺みたい。すごい。うん、全くこれは本当にパスタ麺みたいですね。ですよね、はい、うんうん、夜中に食べられても全然罪悪感が減るので、女性の方にすごく人気がある商品になります。そして注目の1位は、はい、ステーキえのきです。もう見た目からこれ美味しそうですけどね。レンジで3分加熱した後、両面に焼き色がつくまでフライパンでお焼きください。うん、歯ごたえもシャキシャキで、ソースとあってジューシーですね。焼肉のタレを照り焼きソースとしてえのきステーキにかけて食べると美味しいですよ。商品は加藤えのきのホームページで注文できますよ。私たちは日本で技術を習得し、将来母国と日本の架け橋として活躍するぞ。やはり海外の方が日本で働くというのはいろんな苦労もあると思うので、ね、これだけ手厚いサポートがあるというのはありがたいですよ ね。しっかりしたバックアップ体制があるということも選ばれる理由ですよね。そうですよね、うん、そして外国人の皆さんのエネルギーが日本人社員の皆さんにも刺激を与えている、素晴らしい相乗効果だなと。職場、ね、活気に満ち溢れてましたよ、うん、そうですよね。で、宮崎でね、技能を学んだ皆さんはやがてまた母国に帰って起業するって話もありましたけども、はい、これからですからね、母国にまた帰国した後は宮崎との架け橋にもなってくれること、これも期待できるということですね。以上、クローズアップ宮崎でした。